この際一言ご挨拶を申し上げます。ただいま委員各位のご推挙によりまして委員長の重責を担うこととなりました下條充でございます。国際情勢の緊迫化や新型コロナウイルス感染症の影響、また経済活動再開によるエネルギー需要の高まりなどを背景に、半導体不足や資源価格の高騰等が続いており、我が国の産業は厳しい環境に置かれております。このような状況のもと、天然資源の乏しい我が国が今後も活力に満ちた豊かな社会を持続していくためには、創造性にあふれる科学技術イノベーションを推進していくことが不可欠であり、本委員会に課せられた使命は誠に重大であります。本委員会が活発な議論を積み重ね、国民の期待と負託に応えていけるよう、委員長として公正かつ円満な委員会の運営に努めてまいり所存でございますので、委員各位のご指導ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。よし、これより理事のご声を行います。委員長。小林文也君。動議を提出いたします。理事の人数は8名とし、委員長において指名されることを望みます。ただいまの小林文也君の動議にご異議ありませんか。よし。ご異議なしと認めます。よって委員長は理事に大野圭太郎君、小林文也君、田所義則君、平正明君、白石陽一君、中谷和真君、伊藤信久君、浮島智子君、あ、そうですか、失礼しました。浮島智君、訂正であります。割渕陽子君。以上8名の方々を指名いたします。次回は広報をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会します。ありがとうございました。